サッカーのチーム紹介をしていこうと思いますと、えー、パリ・サンジェルマン1発目メッシがね移籍したんでちょっとまあ話題になってるしどんなチームなのかなっていう歴史をねざーっとあさっていこうとまず1970年創立これめちゃくちゃ遅いでえっ、ー、とこのチームパリ FC とサンジェルマンが合体したチームらしいんだけどそのパリ FC も1969年創立だからめちゃくちゃ遅いつか1年で合体したんかいっていう で、えっ、ー、と、大体ね、サッカーのクラブチームって言ったら、1890年代創立のチームが多いから、あの、古豪って言われてるチームは。例えば、あの、ユベントスとか、リバプールとか、あの辺大体もうその辺り。他にも、もうやめとこう。で、この時代は、あの、ジョルカイフのお父さんがいた時代で、で、2部からすぐ上がってきて、一部にずっと定着してたのが70年代、80年代。 で、85年、86年に、えー、優勝して、で、その時にいたのがスシッチっていう、ユーゴスラビアの選手だったかな。あの、多分テクニシャンだったもんユーゴスラビアだから <laughs>。で、91年に、あの、テレビ局のカナルプリスっていう会社が買収したんだったかな。人だったかな。買収して、で、そこで、あの、ガン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 いい選手を取るようになって、93年、94年、リーグ優勝を、 で、94、95だったかなウはファ、ウェカップも取ってるっていう。今のね、えー、っと、ユーロカップだったかなあれに当たるやつ。あともう一個ね、カップウィーナーズカップっていうのもあったんだけど、あのカップ戦の優勝者だけ集めて、その、1位を決めるっていうえ。それも今なくなっちゃったっていう。あのー、注目度が低かったから、あの、ユーロカップに合体させようって感じで。で、この時代いた選手もね、なかなか豪華なんだけど、 まずジョージ・ウェア。これ、バロンドール。バロンドーラ。ジョージ・ウェア、バロンドーラ、知らないでしょ身体能力の塊で、この後ミランに移籍して、で、大活躍して、で、バロンドール取ったっていう。なんだけど、その後、チェルシーに行って、身体能力がガクッと落ちちゃったのか、なんかいまいちっていう。うん。だから全盛期が2年か3年しかないっていう。で、次にライ。これ、ブラジル、94年のブラジル代表の、えー、司令塔だったかな。 で、ジノーラは、えー、フランス代表に入れなかったのかなは、いや、入れるんだけど、入れたんだけど、追い出されたんだよね。確か98年の時は。あの、ちょっとそこに問題あったから、ジン・ノーラとね、あともう一人ね、カントナ。この人もね、ちょっとチームの輪を乱すから、今で言うとこのベンゼマみたいなもんかな。アネルカとか。ちょっと前の。で、えー、面白いのがエムボママがこの時代にいるんだよね。あの、 ガンバ大阪にいた選手なんだけど J リーグでねバカみたいにね身体能力発揮して強かったんだけどまあヨーロッパに行くとまあまあまあって感じで J リーグだとすごいっていううんまあいかに当時の J リーグがあまりいまいちだったかっていう <laughs> うんまあそうなんだよね40歳のジーコとか35歳のえっ、ー、とリネかリトバルスキーが来てでそれで活躍してたようなリーグだからまあしょうがないという。 で、あと、ジョル・カイフもいたっていうね。ジョル・カイフね、知らない人いない、多いと思うんだろうけど、この人ね、ジダンのせいであまり活躍できなかったんだよね。うん。もしジダンがいなかったら、フランス代表のエースを張ってた可能性が、エースっていうかね、トップ下。だから、ジダンがトップ下に入るから、この人と共存ができないから、この人がフランス代表から締め出されて、で、この人自身も他の仕事ができなかったから、 あのトップした以外ができないいっていう,うんまあしょうがないよね守備をしないし走らないしオフザーボールの動きもそんなにいいわけじゃないし足元がとにかく上手くてっていうタイプでレオナルドはその後に入ってきてるんだけどレオナルド自身はその94のワールドカップの時にサイドバックやってたから左の。 だからこの人は、あの、何でもできる人。レオナルド。何でもできるテクニシャン。ちなみに鹿島アントラーズにいたんだけどね。2年か3年で出てったのよ。あの、鹿島にね、居心地いいから残りたかったみたいなんだけど、でもまあさすがにキャリアがもったいないかなってことで PSG から誘いがあったらもうしょうがなく行ったっていう。遺跡金も結構出たらしくて、だから鹿島アントラーズにとってもいい商売だったっていう。で、この人この後ミランに行ってっていう感じ。うん、レオナルド。 でまあまあまあそんなタイトルも取ることもなくいい選手はいるんだけどいまいちな順位をずっと繰り返していって2000年代ロナウジーニョが、えー、とバルセロナに行く掛け持ちの3年ぐらい,いたのかなでアネルカが、えー、とレアル・マドリッドに行ったのかな確かアーセナルの後で活躍できなくて で活活躍躍できないというかかがあったから活躍に、うん、する時はしてたんだけどこの人確かね CL の決勝戦かなんかで活躍してるはずなのよ90年代の最後の方なんだけどいまいち村があるからって出されてで PSG が取って PSG でも村があったから出されてマンチェスターシティが取ってでそこでは改心したのかなんかき気があったのか何年かねずっと活躍してたっていうあのマンチェスターシティでアネルカは。 で、パウレタっていう選手は、これ PSG の確か得点記録持ってんじゃなかったかなあの、0年代のエースストライカーでずーっといて。えーっとね、どこの選手かってポルトガルの選手、ポルトガルのセンターフォワード。サッカーに詳しい人だったら、ポルトガルのセンターフォワード。ああ、ああ、はい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 。微妙な人ねって感じになるわけ。うん、ポルトガルとスペインのセンターフォワードって言われたら、 いや、ちょっとね、みたいなのが多いから、昔っから。うん、あそこのね、イベリアン島のは <laughs>。で、PSG でね、決定的に面白くなってくるのが、この2011年のカタールのオイルマネーが注入されて、投資会社かなんかが買収したのかな。経営権を。で、強くなりましたと、ちょっとここがね、あの、気になると。で、えっ、ー、と、2012、えー、年から、えっ、ー、と、この15年まで3連覇、リーグ。 で、この時の主要のメンバーは、イブラフェモビッチ、チアゴシルバー、カバーニ、マルキーニオス。あとはね、ハビエル・パストーレとかラベシとかいたんだけど、まあ、この4人だよねっていう、基本的には。あの、特にズラタンとカバーニとチアゴシルバー。この3人がね、攻撃と守備で、あの、要になってたから強かったんだけど、ここでね、あの、何が起こりましたかっていう。あの、15、16、ーズ何が起こりましたモナコが優勝。うん、分かる人なら分かるんだけどね、ムバッペ。<laughs> ムバッペがね <laughs>、 出てきてき、うんえー、あの時確かファルカオとかハメスもいたんじゃなかったかなでモナコがもう異常に強くて他にもねえっ、ー、とポルトガル人のゲームメーカーもいたはず今ちょっとえっ、ー、とプレミアリーグに行ってからっていうえっ、ー、とモーリーニョみたいな名前の選手なんだけどでそれでここであのリーグ優勝逃しちゃったから、えー、ネイマールウムバッペを取ってダニア・ウベスも取ったのかな で、そっからまた3連覇。で、今年、リールだったかなリールに、あの、優勝を逃しちゃって。で、大型補強完行。で、このイカルディっていうのは、あの、確かね、嫁さんかなんかが、ポルノ女優かなんかだったかないや、女優だったかななんかね、モデルかなんかで、ちょっと頭がおかしい人で、インテルの経営陣とも,もめて、で、イカルディが出されちゃったっていう、あんなおかしいな女と付き合ってるって言ったら、もうめんどくさいみたいな感じで。 で、PSG がそれを拾って、で、超得したっていうね、こんないいアルゼンチンの、ね、センターフォワードをステネデゲットしたっていう。ちなみに、さっきポルトガルとかスペインのセンターフォワードって言ったらいまいちって言うでしょう。あの、アルゼンチンのセンターフォワードって言ったらね、オランダのセンターフォワードっていうぐらいね、超大当たりが多くて、下手したらね、あの、ブラジルのセンターフォワードよりいい選手が多いんじゃないかなっていう。 まあこの後の動画でちょっとその辺語ってみようかっていう。で、えー、っと、2020年の事件は、えー、何がありましたかトゥーマス・トゥフェルの会議。これ。これ。なぜね、これが事件なのか。うん。この人、この後、半年後にチェルシーで CL 優勝。<laughs> 超面白いよね。だからトゥーマス・トゥフェルを、その、 もっとね、信頼して使えばよかったんだよ、ね、この人はね、何が得意なのかっつってね、相手に合わせて、こう、戦略を組んでくるのが得意だから、だからこの人ね、カップ戦向きの監督で、で、基本的にね、PSG では、ほっといてもリーグ戦は優勝するから、CL ル取らなきゃいけないんでしょっていう。だからね、えー、っと、今のあの、ペッジェグリーン、ペレグリーン、名な,なんだっけ、ね、ポチェッティーノか。ポチェッティーノはね、ちょっと、 平凡な人だと思うから守備戦術の得意なだからねこのトゥーマス・トゥエルをね切ったのは大きかったねもったいないよねマジな話ドンちゃん取ってセルヒオ・ラウンス取ってでメッシ取らなくてで無バッピを残した状態で「はい今年の CL 望みました」ってなったらいやというかね去年の段階でトゥエル勝ってた可能性あるよねっていうだってその前の年決勝でしょ だからね、PSG 何やってんのっていう。もったいない、ね。絶対ね、このトゥフェルは残しな、残さなきゃいけなかったんだって。あのね、どれぐらいカップ戦に強いかっ,ってね。えー、っとね、カップ戦に強い監督って,ってあの、リバプールでね、昔シエルドで優勝した監督いるでしょ。あの人もね、得意なのよ。カップ戦が。えー、っと、ラニエリじゃなくて、ベニデスだ。ラファ・ベニデス。この人も得意で、相手に対して対応していくのが得意で、で逆にカップ戦に弱いタイプの監督が、あの、グラディオラ。 この人は何で弱いかっつったらあの自分の戦い方があってでカップ戦になって相手が決まってくるとね考えすぎちゃって余計なことしちゃうっていうでそこで機能しない変,変な戦術をやろうとするっていうそういうところがあるからだから基本的にねそのバルサ型の自分のスタイルを押し付けるタイプのかん監督っていうのはカップ戦に弱い基本的に、うん、じゃあメッシュの時ベップ勝ってましたよねってそれねメッシュがいたからうん メッシがいたから自分のサッカーを押し付けても勝つってたのっていう。で、この PSG っていうのね、最後にちょっとイメージを語っていくと、基本的にね、このテレビ局が買収したあたりから、もともとパリにあったチームだし、基本的にはね、おしゃれセレブ。セレブのあのファンが多い。あれ、ビヨンセなんかもファンじゃなかったかな確か。他にもね、フランス人のブリジット・バルドだったかな ちょっと覚えてないんだけど、大体ね、で、今メッシが入ってネイマールがいるでしょう。多分ね、n b n の選手がファンになってくるよ、これ。うん。えー、ちなみにね、スティーブ・ナッシュはトッテナム・ホットスパーのファンじゃなかったかな違ったかなまあちょっといい加減なこと言ってんだけど、うん。で、えっ、ー、と、ユニフォームがかっこいいの、これ当たり前なの。あの、フランスのパリのデザイナーに作らせてるから、基本的に。 で、えっ、ー、と、これからはね、ちょっとにわかファンが多くなると思う。で、PSG っていうチームは基本的に、いい選手を取ってくるから、もう国籍とか関係なく取ってくるの。で、いい選手で、あのー、クラブの格とか関係なく、お金さえ払えば来てくれるのって、基本的にブラジル人が多いから、ブラジル人が多めってなりやすいっていう。または、あのー、ブラジルの若手が、ちょっとビッグクラブにチャレンジするのは怖いからっていうことで、一旦ちょっと腰掛け程度に、あのー、 PSG に移籍するっていうケースが多かったんだけど、今はブラジル代表の主力みたいなのが、あの、ガンガン来る時代。という感じでね、この PSG っていうのはどういうチームかって言ったら、基本的には日本ではね、古参のファンってまだいないから、あんまり。うん。いたとしてもまだ10年ぐらいのファンだと思う。あの、カタールマネーが入ってきたからの。 だから、この PSG っていうチームを、あの、どこで応援したらいいかって言われて困った時、ここをおすすめしてんだよね、俺は今。ちょっと前までは、俺はね、えー、っと、どこだったかな、リバプールかな。うん、クロップがいるから。で、その前、あんまりこう、華やかな時代がなかったから、小さんのファンがちょっと消えかかってて、っていう感じで、えー、っと、このファーリーサンジマランってチーム、 えー、おすすめのチームなんだけど、ちょっと監督がね、懸念。うん。ポチェッティーノ。俺はちょっとあんま評価してない。あの、トッテダムね、好きだったから見てて、結構。なんだけど、ちょっとね、ビッグ,グラクラブ型のチ監督じゃないんじゃないかなと思って、ほで、パリ・サンジェルマン基本的にリーグ戦は不、適当にやってても勝つから、特にこのメンツだから。だからね、で、あとちょっとね、懸念事項 懸念事項は1つあるここから注意しなきゃいけないんだけど、ムバッペ。うん。ムバッペ。俺の予想なんだけど、レアル行くよ、これ。レアルに行くんじゃないのかな。うん。ムバッペ、レアルマドリー移籍しそうな雰囲気が今ある。他にもね、俺の予想なんだけど、ムバッペを取って、で、今年、カウンターのチームになるでしょ。ビシニュース、ムバッペ、誰かで。 あでベンズマが真ん中にドンって座ってなってくると次にやってくるのがこれだと思うハーランドだからえー、とこっからの10年は PSG レアル・マドリッドそれからねプレミアリーグのチームっていう風に回ってくると思うということでねあの今回ちょっとレアル・マドリッドじゃなくて PSG の,あの紹介してみましたとじゃあちょっとね応援してみてくださいじゃあ失礼しますと。